プロ野球ファンが待ちに待った夢の球宴です。オールセントラル対オールパシフィック、オールスターゲーム第1戦の模様をお送りいたします。オールセントラルの先発は斉藤、対するオールパシフィックの先発は右の金子、以上の両先発。夢の球宴オールスターゲーム、まもなく試合開始です。さあ注目の立ち上がり、オールパシフィックの攻撃、先頭バッターは荻野、ストライク、膝元厳しいところ、まずは初球決めてきました。投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました。投げた、ライト再び空振り三振、斉藤ナイスピッチング。バッター伊藤、投げた、アウトコース高め、はい、ストライク。投げた、インコース高め、ストライク、バッター追い込まれました。1球外した、ボール、カウント1ボール2ストライク、低め、ボール、カウント2ボール2ストライクです。投げた、変化球、空振り三振。バッターボックスは浅村、指名打者第9、投げました、初球はストライク。さあ次の投球、投げました、ストライク、膝元厳しい球でした、軽く追い込んでまいりました。投げました、ファール。第4球を投げました、打ちました、ショートバウンド、一塁へ送る、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。斉藤、今日は上々の立ち上がりです。オールパシフィック、スコアボードにゼロの文字が入ります。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。バッターは中田、オールパシフィックの攻撃、ストライク、膝元厳しいボールでした。初球まずは入れてきました、ボール、カウント1ボール1ストライク、投げました、打った、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター長谷川、アウトローに送ってストライク。第2球、投げました、カットボールに送ってストライク、バッター追い込まれました。投げた、ボール、アウトコース低め、ストライク、空振り三振。最後は直球、力でねじ伏せました。投げた、初球決まってストライク。第2球、投げた、内角低めいっぱい、ストライク。投げた、縦のスライダー、空振り三振。斉藤、3球で仕留めてみせました。最後は空振り三振に倒れました。2回の表が終わった。ゲームセット、オールセントラル圧勝です。オールセントラル。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように6対0オールセントラル勝利しました。
昨日も素晴らしいゲームでした。オールスターはスタジアムを移して第2戦になります。オールセントラル対オールパシフィック、オールスターゲーム第2戦の模様をお送りいたします。オールセントラルの先発は小川、対するオールパシフィックの先発は右の田中、以上の両先発。まもなくプレイボールです。試合終了。オールスターゲームはスタジアムを移動して第3戦になります。オールセントラル対オールパシフィック、オールスターゲーム第3戦の模様をお送りいたします。オールセントラルの先発は斉藤、対するオールパシフィックの先発は右の西野、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。トップバッターは荻野、投げた、直球ストライク、インハイへ。まずは初球決めてきました。投げた、ボール、外角低め、際どいボールよく見ました。カウントワンボールワンストライク、打ちました。レフトへ行った、これがヒットになります。荻野ヒットを放ちました。バッターボックスは伊藤、初球を打った、ピッチャー返し、斉藤、今拾った、アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。右バッターボックスは3番浅村、初球から打ってった、これは打たされてピッチャーフライ。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは4番中田、第2球投げました、内角へストライク、少し迷ったか、投げました、ボール、完全なボール球、カウントは1、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。1回が終了しまして2対0オールセント。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。バッターは長谷川、投げました、ストレートはボール、ここはよく選びました。2球目はストライク、5球は3球目、投げました、縦のスライダーを見送ってストライク。バッター追い込まれました、投げました、ボテボテのショートゴロ、梶谷掴んだ、ショートから一塁送球、一塁間一発セーフ、長谷川ヒットを放ちました。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球ボール、第2球ストレートはボール、わずかに外れました。カウントは2ボールノーストライクです。第4球を投げました、ストライク。さあ5球目、長谷川スタンド打って、これは平凡な当たり、スタンドに入りました、ファール。もう一度一塁牽制球です、タッチはセーフ。再び牽制球を送ります、タッチセーフ。斉藤、再三ランナーを牽制します、ボール、膝元際どいところ、カウントは3ボール2ストライク、打ちました、いい当たり、左中間に打球が飛んでいます、ヒット、ボールは中継、バルディリスヒットを放ちました。さあ、ノーアウトランナー1塁3塁とチャンスを広げました。ストライク、胸元厳しい球、初球まずは入れてきました。5球は3球目、打った、ピッチャー返し、オールパシフィック1点返しました。バッターは8番今宮、ネクストバッターサークルに控えているのは中村、投げた、直球ストライク、アウトローへ。第3球を打ちました、マルティ、ボールを掴んだ、2塁アウト、これはアウトです、セーフ、ダブルプレーはなりません。さあ、同点のチャンスにバッター、掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。バッターはトップに帰って荻野、インコース低めストライク、まずは初球決めてきました、アルボー、第3球打ちました、三遊間の打球、1塁送球、アウト、3アウトチェンジ。2回が終了しまして
試合終了です。オールセントラル勝ちました。